いこんにちは。いきなり、塗ってる動画を見ていただいて何やってんだって感じだと思うんですけど、前回結構前に紹介したタックロールとはまた別の、クラシックカーにね多いタックロールの縫い方なんですけど、サンプル切ったんで簡単に説明します。まずですね、一般的に皆さん知ってるタックロールは、生地の上にステッチが出てるタイプのタックロールだと思うんですけど、であれは生地が1枚続きで裁断して下書き敷いて、その上をステッチするっていうタイプで、もう一個は、前にも紹介したミシン目が出ない、ミシン目を入れてねカッターで折って裏側を縫って、あれの延長線でよりこうモコモコがきついタックロールを作る時には、この方法でやるんですけど、ちょっとちっちゃいサンプルを用意したんで、さっき見てもらった動画で縫ってたやつの、ちっちゃい版なんですけど、こういう感じで、すごい長い短冊状の生地を、タックロールの本数分まず裁断します。前回のタックロールなんかはウレタンをね共縫いしてたと思うんですけど、今回のやつは縫製終わった後にウレタンを刺すんで、僕らなんかは後刺しとか呼んだりするんですけど、なので先にまず表皮を縫い上げちゃうっていう感じです。で、こういう風に短冊状に切ったものを、やり方いろいろあるんですけど、僕は先にこう縫い合わせちゃいます。ここをね、ここを縫っていきます。で、この短冊は、11センチぐらいで今裁断してます、ここの幅を。で、下に来る布は、タックロールの幅が8センチで下書きを引いてあります。なのでまずはこれをちょっと縫って2枚ね、もう1枚塗ります。今ざっくりなんでサンプルなんで、でこういう感じに、縫い上がるわけなんですけど、でこの今縫った状態で、ここのタックロールになる幅の生地の幅が、およそそうですね11センチだから9センチぐらいってことは、下のこの下書きの8センチとは1センチ、差が出てます。こっちの方が幅が広いってことですよね。なのでこれを今度は、この下の布に縫い付けていきます。こういう感じで下書きの線に合わせて自分で入れたステッチをその上に置いて、こういう感じで、ここを縫います。下地は余った合皮で切ってますけど、これ別にこんな合皮じゃなくていいんで、ものによってですけど伸びる生地使ってたり、結構硬いキャンバス使ってたりとか、それはこうシートの形状とか、使う場所に合わせてこれもその都度変える場合があります。で一発ここ縫ったら、次今度ここをこっちの線に縫い合わせる、ここの線に。この時にこういう風に動いたりするとタックロール曲がるんで、なるべくこのズレが出ないように
トンネル状になるわけです。あとは、まあ、これ今サンプルで3本しかないですけど、これが例えばだから、車のシートだと、10本とか15本とか、まあ、車によって違うんですけど、それで長さももっと長くなって、まあ、縫うのは当然大きくなると大変になります。あと、後からそのウレタンをこのトンネルの中に刺していくんですけど、この刺す時に専用の道具とかっていうのはないんで、つどつど自分で何かしらをこう工夫して、例えばこう生地を巻いてある芯材、こういう芯材、あのサランラップの芯のでかいやつみたいなですね、これの中に、まあ、これはちょっと細いですけど、これより少し太めの芯を使って、その中に短冊状に切ったウレタンとか、まあ、あとは綿なんかもたまに使いますね。こうロールになってる防音材みたいな綿とウレタンを重ねたりとかして、でそれをこう詰めて、このトンネルの中にこう刺して、で引き抜いてこう鳴らすとか、まあ、要はこのトンネルの結局この高低差がモコモコの大きさに比例していくのがこのタックロールの特徴です。で当然あの縁がこうダブつくんで、パイピングを縫ったりする時っていうのは結構こう縁の処理が肝になってきて、まあかぶせた後にパイピングが後付けのシートとかはこういうモコモコのタックロールのやつが多いんですけど、割と原稿に近いようなやつはこのパイピング縫ったり縫い合わせの際っていうのはいろいろ工夫してあって、そこだけウレタン抜いてあったりとか、まあいろいろシートによっては違うんですけど、こういう手法って結構古い車独特の手法で、もう手作りじゃないと絶対作れないものなんで、なかなか手間がかかります。で、まあ、一ついいのは帽子とか革は結構作るの大変だと思うんですけど、この方法はわりかし薄い生地同士縫い合わせられるんで、そのウレタンを共縫いするタックロールではないんで、家庭用のミシンでも結構いけると思います、この作りだったら。なんで古い車は結局その当時多分ミシンの性能とかが今ほど良くなくて、でもこう高級感出したいとか、かっこいい内装にしたいってなった時にこの方法を思いついたんだと思うんですよね。多分縫えなかったんじゃないですかね、共縫いが無理で。だからこう古の手法なんで、もし機会があったら何かしらで椅子とかソファーでも使えると思うんで、試してみてください。では。